しいよ。使えねえな。タクシー使いましょうよ。バカ野郎、そしたらこの車どうすりゃいいんだよ。おい大丈夫だ、お前もこれ押すの手伝え。あの、自分今日有給なんですけど。上司のメールは絶対だろ、いいから押せ。はい、よろしく。使えないんだからこんぐらいじゃ役に立てよな。はい、お疲れ。あ、部長。悪い、こいつのせいで遅くなったわ。じゃあ自分そろそろ失礼します。何を言ってんの、仕事山積みなんだから帰れるわけねえだろ。いやでも、お前が休んだら他の者たちの仕事が増えちまうだろうが。なあ、いいから黙って仕事してけよ。何期に有給休暇とかマジありえないんだけど。ほら早くやれ。あ、岡田さん、取引先のパクシーさんがお見えになっております。ああ、今行く。お前も着替えてどうせしろ。かしこまりました。提案資料用意しとけよ。はい。お待たせしました。あ、すいません、急に来てしまって。御社のためならたとえ火の中水の草の中でも対応いたします。ところで、先日相談させていただいたことなんですけど。もちろん。これが実現できたらすごすぎる。大二郎さんの案ですか。はい、自分じゃ。私の案です。え、ぜひとも契約させてくれ。ありがとうございます。いいか、部下の手柄は上司の手柄、これ社会の常識。しくったら正しいほうがねえかんな。お前挨拶くらいしろよ。もう我慢できません、辞めさせていただきます。お前の代わりなんていくらでもいいんだよ。せいぜい転職活動頑張ってください。もう行くところは決まってます。ああ、どこだよお前を採用するゴミ会社は。私が採用させていただきました。え、なんでパクシーさんが。彼に全て聞きましたよ。あの提案も大二郎さんのものだったんです。違うんです、誤解なんですって。全てあなたの暴言は録音させていただいてます。部下の手柄は上司の手柄、これ社会の常識。先日の取引はなかったことにさせていただきます。ちょっと待って、僕に言いましたよね、お前の代わりなんていくらでもいると。大事な。あなたの代わりもいくらでもいますよ。ではお元気でご活躍ください。そんな